大石サンタから2020年クリスマスの開運プレゼント。はい、昨日に引き続きまして、はい、昨日はイブでございましたが、はい、今日クリスマス当日でございますと。で、毎年言ってるような気がしますが、はい、日本だとイブも、当日もあんまりね大差なく、クリスマスだってどんちゃん騒ぎしますけど、そうですね、本来の、キリスト教的な風習からいくと、はい、イブって、まあ、前夜祭みたいなものですので、大騒ぎはイブに済ましとくものっていう感覚があるはずなんですよ、はい、でクリスマス当日は聖なる日だから、はい、割と家族で心静かに過ごすみたいな感じっていうのが本来のやり方であったはずです、はい、最近違うかもしれないけどまあそんなことはでも日本人にとってはどうでもいいんだよね。2日続いてどんちゃん騒ぎで全然構わないわけですけれども、はい、盛り上げるイベントですからね。そうです、はい、もうで昨日はね、あれでしたね、小銭持てみたいな話でしたが、はい、今日当日はですね、はい、髪をかざ、あ、ごめんなさい、頭を飾るというのがキーワードになっております。頭を飾る、そう、はい、なかなか、ちょっとこう想像しにくいかもしれませんが、はい、女性だと割とね、いわゆる髪飾りみたいなのがあったりとか、はいはいはい、ヘアバンドとかカチューシャみたいなのもあったりもしますし、なかなかあとこうなんだろう、こう薄いものかぶったりみたいなのもありますのでね、はい、いっぱいあるんですけど、男になってくると、はい、まあ帽子かぶるぐらいしかないかなっていうふうになってしまいます。そうですね、はい、それ以外に髪飾るったってね、はい、待ち合わせでひまわりの花頭に刺してるやつとかあんまりいませんよね。クリスマス当日目立ちますよ。目立つな。ハチ公前かなんかにいたらすごい目立つと思うんだけど。写真撮られると思いますけど。まあまあ、だから男性の場合は、はい、多分基本的に何か帽子をかぶるということになると思います。はいはい、でもちろんその TPO を考えてね、うん、ここはちょっと帽子取れやみたいな場所もありますので、そうですね、それは常識判断ですけれども。はい、であと、それ以外ってちょっと考えてみたんですけども、はい、いわゆるこう脱色するとか、はい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 、色を入れるとか、はい、まあ、髪を染めるみたいな、全部じゃなくても部分的にこうどっか入れるとかね、はい、まあ、一応それも頭を飾ったことにはなるなと。そうですね、はい、ただやっぱ長谷川さんとか小峠君みたいになってくるとですね飾りようがねえやなって思ってですねそうですね、もうそしたらヘッドペインティングするしかないですねあそこに何か模様を描いてもらうしかないですね。いや、1日クリスマスは誰よりも盛り上がってますよ一番来る人来る人みんなこうやって頭を向けるみたいな状態でですねでぜひやっていただきたいのは、はい、私は弓矢の的の同心円を描いてもらいたいなというふうに思っているんですけど、なんか蜂の尻尾みたいになってますけどもねここだけ頭が尻尾がややこしいので、ね、そこへ浜屋をこうやって刺すみたいなでも頭飾ってますもんね。そう、それも飾る、はい、とにかくワードとしては頭を飾るですので、飾る方法は何でも結構ですので、はい、もちろんちっちゃなものでもできる範囲で、そして常識の範囲でやっていただくと、イブじゃないですね、クリスマス当日を、はい、とても有意義に楽しく過ごすことができます。はい、はい、ぜひ参考に皆さんの思う形で頭を飾ってみてください。はい、はい、先生今日もありがとうございます。ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。